はい、ではね、まずお刺身作ってきますね。今さっきのね、殻を一回で煮沸消毒しました。ちょっとね、こう虫とかねついてるといけないので、菌とかね、ちょっと煮沸して、それで冷やしましたね。これちょっと置いときます。お皿の方にね置いときますね。やっぱりちょっと殻でやってあげた方が豪華かなっていうね。4つだと所狭しですが、4つ取りたいか。そしたらね、紐の方は熱湯でさっと湯がいてね、それで、氷水で締めてます。であとね、お刺身にするのを2つちょっとまた氷水に入れますね。ちょっと締めたい。はい、そしたら、ね、ちょっと水分を拭いてあげて、しっかりね、しっかり水分拭いて、そしてこれを切ってきます。紐はね、生の方が噛み切りにくいので、さっと火を通すとね、コリコリの歯ごたえになって美味しいと思うので、なので本当にさっとですね、20秒とかぐらいかな、火通しました。そしてね、貝に持ってきます。あとね、お刺身ですね。お刺身は普通ね、こう薄切りにすると思うんですけどね、ホタテのお刺身見てね、こういう感じだと思うんですけれども、ぶつ切りにねすると美味しいって聞いたことがあるので、最近私ぶつ切りにしてるんですね。でもね、切り方でまた食感違うので、ちょっと今日2つやってみたいと思います。薄切りバージョンと、ぶつ切りっていうのはこう縦ですね。北海道かな、はぶつ切りで食べるみたいなことを聞いたことがあって、違ってたらごめんなさいね。でちょっとね、そっから結構ぶつ切りにしてるんですけど、ね、こういう感じで、もうあと2つ生でねいきたいと思うんで、ちょっと冷やしときます。であとはあと2、4、6、自宅あと2ついこうか。あと2つは炒め物に使って、あとね、残りはねちょっと後日使いたいと思います。じゃあね、もう一つもちょっとね、台風って言いましたけども、それも薄切りとぶつ切りとね、どっちが合うか、ちょっと両方のパターンでやってみたいと思います。なので、でこちらはね、炒めるのは横にまず半分の縦に切ろうかな、大ぶりに。ね、貝はもうほんと半生がね一番おいしいかなって思うので、こんな感じに切って、あとね、ここも食べれるから水気だけね取っておきます。これ炒め物に使ってきます。はい、今こんな感じに盛ってますね。この大葉引いたのはもうそのままわさび醤油でいただきたいと思います。そして、もう一つのね方をちょっと今から、ね、ソースを作ってきますけど、ちょっとね、紫玉ねぎがあったので、紫玉ねぎをみじん切りにします。これね、上にかけます。
はい、そしてこちらナンプラーですね。魚醤ですね。タイとかベトナムとかの結構しょっぱいのでこんなにかけない、少々かけてです。レモンです。レモンねちょっと使ってきますね。レモン汁をねかけてちょっと添えましょうか。これごま油を大さじ1杯くらい、まあ、そんなにいらないかな、小さじ2杯でいいかな、熱します。ここに熱々にしたのをねジュッとかけたいと思います。ラムしてね熱々にしますよ。はい、そしたらこれをここにジューッねかけて、ちょっとね彩り欲しいので。台風だからごま油じゃなかったかなと思いながらも、なんか最後韓国風になっちゃった。ちょっとね唐辛子、糸唐辛子です、ね、かけて、はい、できました。あとはね味噌汁を紐で作ったのでそちらですね。はい、完成です。そしたらね炒め物いきますけれども、まずねフライパンにお湯を沸かします。はい、じゃあね少量お湯を沸かしたところで先ほどのね切った、ホタテを入れます。でねもうさっと茹でてあげます。20秒ぐらい。炒めるんじゃなくて下茹でをしてあげてねぷっくりするんで、もうこれで OK です。でこれはザルに取っときます。こんな感じ ね、うん、ね同じフライパンに少し油です。はい、そして、パプリカですね。パプリカとあと今日は青唐辛子入れてるんですけど、ちょっと大きく切って、もし辛かったらね食べないで、ちょっとピリピリ感だけ味わおうかなと思って取り出しやすいように大きくあえて切ってます。まずねここから炒めていきます。でオイスターソースとかでも合うんですけど、今日はもうホタテの甘みを味わうために塩麹でいきたいと思います。はい、そしてエリンギですね。エリンギも加えます。他のねキノコでもいいと思います。ちょっとねエリンギ分厚いから少し時間かけます。ちょっとねエリンギの状態見て油足しますね。はい、ではねちょっといい感じにエリンギが炒まってきたので、で最後ここにホタテ入れます。でもここ強火ですね。はい、そして塩麹です。塩加減がちょっとどうか、エリンギ食べてみますね。いいですね、十分です。じゃあね、いっちゃおうかな。
な感じです。こんな感じです。できました。塩麹炒めです。ちょっとね、今、お酒と、ちょっと水分足りなかったら水を入れて蒸しました。蒸し煮。ここにバターも入れちゃいましょう、ね、ここはホタテの汁も出てるからもうこれでちょっとだけ醤油ちょっとだけお醤油を垂らして、はい、これで完成です。ここにね、殻が倒れちゃわないように塩をね置きましたね。そうするといいと思います。よいしょ、つつつつつつつ、このねジュースがね汁が大事ですからね。はい、これで貝焼きねできました。今日も動画をご覧いただきありがとうございました。今日の動画が役に立ったなと思われた方はグッドボタンを押していただけると嬉しいです。またキッチンスタジオ10家の公式 LINE では毎朝献立などのお役立ち情報をお送りしております。ご登録がまだの方は、ぜひご登録ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。